さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういやシドとシドニーが船の修理でカイムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、ジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。満タンにしといたよ。悪いな。そろそろ行く。さあ出発だね。よし出るか。了解。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。うん、乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。火山のはず。はず？そういうの詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。イグニス、運転ありがとう。いや。他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができるやつはいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか？平気。真ん中疲れるでしょ。プロンプトと変わっていいぞ。うん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。見てよあれ。飛行機士また来やがったか。一旦止めよう。ノクト大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度、あの騎士の近くで作戦を練ろう。よく来たな。ここがクローズネストの本店だよ。いいだろう。どんな情報が欲しいんだ？何をご所望かな？血の気の多い子たちだ。ケニーが帰りを待ってるよ。
こにまでいんのか。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえ。補給地点にするつもりだろう。叩いてそうはない。前に来たやつと同じ？外観は同じだが。一度潰してんだ。前より警戒してんだろうよ。望むところだ。イリス、大丈夫かな？心配ではあるが。平気だろ。あいつは根性ある。イリスってガンガン戦えるわけじゃないよね。そりゃな。ま、早く終わらせて戻ろうぜ。また頼むぞ。で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは。連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。
宰相もどういうつもりなんだか。アラネア巡将に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。まあ同兵何度推進しておいてよく。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリオが王子を見つけ出されたね。もう一度アラネア巡将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし巡将が来たら奥へ通して。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが、殺すなよ。分かってる。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリドを移送する。よし、派手にやるか。よっ。
し、窓装置を破壊するぞ。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが、逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。時間もう終業、悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし、次また遊びましょう、可愛い王子さん。はあ、何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。おかえり。やっつけたんだよね。まあな。心配はいらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。あ、これ私の写真だね。いい感じでしょ。うん、これは将来はプロカメラマンになれるかもね。さすがにそこまでは無理だよ。え、本当に？おはよう。あ、
はや。ああ、これうまそうだな。じゃ、出発しよう。うん。それじゃあ出発。相手の力を知れただけでも良しとしておこう。ロキってやつはそんなじゃなかったのに。あの時はコル将軍が仲間にいたからな。今回向いたら違ったのかな。もう一度手合わせ願いてえな。先に何かありそうな気がする。もしやここが話に聞いたマルマレームの森か。探し物が見つかるかもしれねえな。森か、モンスターがいっぱいいそうだね。で、飯は自給自足だろ。楽しそうじゃないか。楽しそう楽しそう。着いたかな。あ、そういえばたまにチョコボがね、人乗せて走ってるの見かけるな。ねえ、チョコボってもう乗った？私乗ってみたいな。お、じゃあ乗ろうよ。ノクト、チョコボを呼べるか。よろしく。
帝国の宰相とはどうも縁が切れないな。やたら合うね。そろそろうざいわ。ありがとな。また頼むぞ。旅のお供によく効く薬はいらないかい？また来なさいね。行ってみるか。ああ。注意を怠るなよ。何が住み着いているか分かんねえからな。油断はするな。行くぞ。いい感じだ。当然。みんな強い。森か。変な虫いたらやだな。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。さてどうする。遅い。その調子だノクト。ああ、やば。しっかり敵を見極めて。もっと強い。はいなんか珍しそうなものありそう。はえよ、入ったばっかだろ。そう簡単には見つかりっこねえだろ。真面目に探せ。はーい。地形みてえだな。マジか。魚いねえかな。出たよ釣りマニア。釣ってる暇ないから。お、シルベ発見。なかなかキャンプに最適な場所じゃねえか。なんで嬉しそうなんだ。ノックさん、ここなら休めるかな。ノクト、うまいことやるじゃねえか。かっこよかったよ、ノクト。こっから下には進めないよ。っていうか落ちるから無理。上流に進むしかなさそうだな。うわ、確実にパンツ濡れた。パンツどころの騒ぎじゃねえし。服が重いな。よし、着いた。夕飯の支度をしなくてはな。私、手伝うよ。
ゲンティアナか。本当だ、ゲンティアナだな。いたか、ゲンティアナさん。いたっけ。映っているのならいたということじゃないのか。そっか、全然いた記憶ないんだけどな。あ、この写真いいじゃん。でしょ、俺も好き。よし、出るか。了解。気をつけろ、流れが急で滑りそうだぞ。あっ、この靴滑るかも。むやみに突っ込むんじゃねえぞ。ひとかり言っとくか。てめえ、先に打たれる修行でもしてった方がいいんじゃねえか。嫌だし。あ、カメラ濡れたらやばい。いきなりここ狭。この先は気ぃつけた方が良さそうだな。そうだな、嫌な予感がする。開けたとこに出ましたか。何か嫌がるな。やっぱ捨てた。お約束ってか。望むところで。行くぞ。見てみろ。おお、あったじゃん、お宝。やったじゃねえか。苦労してびしょびしょになったかい。あったね。
よし、着いた。よっ、やろう。バグ、えい、はい、終わり。無駄だ。よし、完璧。油断するなよ。分かった。せい。油断したな、ノクト。うっせっ。ギャッ。手早く済ませよう。行くぞ。グリス。ギャッ。これならなんとかなるし。だが手は。まあな。それ、褒めて。手加減はし。あれ、これどうする？なっ。イリス、無事か？私は元気。ノクトは？そっか、俺も全然平気。じゃ、暴れるか。いいな、付き合う。行くぞ。俺も。よっ。やっぱり、主んとこにいいんじゃねえか。元気にしてるといいな。あ、
着いたぞ。今日は野宿ってことで。決まってるな。出発しよう。イグニス、屋根。ああ、ちょっと待て。みんなオルティシエに行くんだよね。そのつもり。いいな。観光ってわけじゃねえ。あ、そうだよね。イリス、どうかした？うん、いいな、なんてごめんね。みんなといたらなんか楽しくって。はぁ、カエムに着いちゃうの寂しい。何言ってんだ。いつでも遊びに行くよね。そろそろ休憩しねえか。どうして？運転手に疲れられても困るだろ。なるほどな。何かあったら大変だもんね。ああ、妹思いの兄だな。狭かったな。それは悪うございました。冗談だろ、むくれんな。兄さんが大きすぎなんでしょ。上がったようだな。ああ、ルナ・フレーナ様がオルティシエにいらしてるそうね。アコルドで大丈夫ですかね。あの国ほとんど帝国でしょ。基地の話聞いたか。ルシス人に襲撃されたって。
中の偉いやつ入院してるらしいぜ。じゃあ出発しよう。うん。海が近いようだな。うわ、綺麗。いい場所だな。うわ、景色最高だな。ああ、このまま眠れそうだ。寝るのかよ。橋が見える。おお、立派なもんだ。この辺りは川の規模も大きいからな。橋から川も見えるかな。ねえ、あれ一緒に見ない？なんだ。着いたかな。君っけ。釣れるまでキングスナイトやってていい？やめとけ、王子もふてくされる。Thank you.
今ちょっとカッコつけた？つけてない。じゃ、腕試しだ。よし、大物だ。でっか。すげえの釣れたな。日暮れちまったぞ。ガーディナが機能すりゃオルティシエにもすぐ行けるんだがな。まだダメなの？定期船が再開したという話は聞いてないな。
よし、着いた。夕飯の支度はしなくてはな。私、手伝うよ。よし、出るか。了解。じゃ、出発しよう。うん。ご飯係、いつもイグニスなの？ああ。兄さん手伝わないの？お、おお。ノクトは？ああ、たまに。たまにな、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。着いたか。うん、ここ。イグニス、お疲れ様。ああ。タルコット元気だといいな。回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。立派な灯台だな。あ、登ってみます？風は強そうだが。よ、来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。おお、ありがとう。一緒に旅ができて楽しかった。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあ、しばらくじいじが泊まり込んで直すってさ。で、船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん、構わない。ああ、そうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、
あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石、この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。ジージは船着き場にいるよ。で、悪いね、私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん、じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろう。あ、何それ。ちと出かけてこようと思ってる。いつ戻んだよ。すぐじゃねえが、長くもねえよ。Thank you.